ロシアの連邦市は、ロシアの連邦構成主体の一つ。周囲の州から独立して単独で、連邦構成主体を構成し、ロシア連邦政府の直轄下にある。ロシア連邦は85の連邦構成主体に分かれるが、そのうち3つは連邦市を称する。首都モスクワとサンクトペテルブルクの2大都市と、クリミア半島の軍港都市セバストポリが連邦市とされ、 周囲のモスクワ州、レニングラード州、クリミア共和国から独立した連邦構成主体になっている。なお、モスクワとサンクトペテルブルクは周囲を占める州の州都でもある。またセバストポリに関してはもともとウクライナの特別市であったが、2014年のロシアによるクリミアセバストポリの編入後に連邦市となったもので、この編入は国際的に認められておらず、 その地位は係争中である。ロシア連邦政府の直轄を受ける都市には、この3都市の他には、宇宙開発上重要なカザフスタンのバイコヌールがある。連邦市は他の都市とは違い、異なった地方自治のシステムを持つ。市の下には行政区があり、さらにその下は市内地区という自治体が形成されている。モスクワには125、 サンクトペテルブルクには111の市内地区があり、住民による選挙を通じて近隣行政を行っている。ありがとうございます。